皆さんこんにちは。ペットリフォームのセラフ榎本です。今回は世界の大きい犬トップ3のご紹介をいたします。まずはじめにギネス記録に認定されている世界一大きい犬はご存知でしょうか。世界一大きい犬の体高は 1.035m です。体高とは足から首の後ろまでの長さのことです。世界一背の高い犬は体高によって決まります。体高の高い犬が世界一背の高い犬としてギネス記録に認定されています。 1.035m を記録したのはイングランドに住むグレートデーンです。それでは世界の大きい犬を3位からご紹介します。3位はアイリッシュウルフハンド。アイリッシュウルフハンドは大きな犬としてピックアップされることが多い犬種。大きな犬種は体高が86センチ程度あります。アイルランド生まれの犬で闘犬、狩猟犬としても重宝されました。猛獣たちとも戦えるほどたくましい肉体を持っています。2位はセントバーナード。セントバーナードはスイス生まれの超大型犬。17世紀頃には救護犬として人間を助けてきました。今までに2000人近くの遭難者を救護してきています。大きな犬で100キロを超えるほどビッグサイズの子もいます。1位はグレートデーン。グレートデーンはドイツ生まれの犬。ギネス記録になったグレートデーンの体高は 103.5 センチです。グレートデーンの一般的な体高は80センチ程度。同じ犬種でもやや個体差がある犬種ですね。以上で世界の大きい犬トップ3のご紹介を終わります。ペットリフォームのご相談、お見積もりはセラフ榎本にご用命いただけますよう何卒よろしくお願い申し上げます。